プレデターは短時間の激しい戦闘や戦場での支援を得意とする。バトルレイジ、アクティブアビリティ、一定時間アドレナリンラッシュ状態になり、体力強化、自動回復、サプレッション無効、無限スタミナ、蘇生速度短縮の効果が得られる。アクティブアビリティでそんなん出んの？あー、じゃあ一瞬あれか、ポイントマンと同じ役割になれるってこと？もっと強いよ、自動回復もあって、あ、仲間生き返らせて無限スタミナ、だからスーパーサイヤ人に自分のタイミングでなれるってことや。あ、だから多分残り一人になったら自動で発動するやんか、アドレナリンラッシュ。うん、あと一回自分のタイミングでアビリティ使えるってことかな。でマークスマンがパスファインダーでステルスキルでクロスボウを用いて敵に見つかりにくく、その攻撃は正確無比。だからあのノイズマーカーが使うのよな、きっと。でパッシブアビリティでライトステップ、パスファインダーはドローンのマーキング、偵察ドローン、地雷、衛星通信など動作感知型ガジェットによるマーキングを回避できる。衛星通信切れるっていうのはいいな。地雷ってどういうことや？地雷回避できんの？パスファインダーすごない？ね、